さあ1戦目ですか、ね、多分もう1戦目ですね、はい、3目目ロックマン対大平田リカ中部のまあというか日本で一番強いと言っても過言ではないリカと、はい、まあ世界で一番強いロックマン、はい、まあ大平田さんのリカも言うておそらく世界で一番強いでしょうね、まあ、そうだと思います、はい、リカで強い人なんて出てきてないんで、まあ見たことないですね現状まだ。フェネ一旦拒否、ただ高価な試合が続きそうですね、なんか特別お互い硬そうですね、はい、立ち回りが下げ、おっとキャッチしながら空中しろ、もう一度おっと早そう、これを振っていくのはロックマンで、おこれはあ危ない、もう一回メテオを狙っていく危ない危ない、ゆるメタルブレード出してからのダメージレース、ほぼゴーブ、ゴーブですね、ほぼそう、アイテムお互いキャッチし合っているアイテム好きそうですよね、2人とも、あ、ダイエダさんも好きそうですよね、ダイエダさんかなり好きそう、立ち回りが好きそうですよねそうですよね立ち回りが、はい、テクニックのある人たち、アイテムみんな好きそうなイメージテクい人ってさあ、ジャースシルドちゃんが手の短いロックマン、あんまり反撃を取れるタクはない、メタルブレード、ジャースドットをガードしたが、ガードしたけどって感じです、今あれですかね、斜め投げのヒット確認次第ではいろいろつながる、まあ、いろいろつながる、ね、上入る、あっとおあっと珍しい、復帰を誤ってしまう、大平田リカが復帰を見せるのはすごい珍しいです、下下げからメテオを狙っていく、なんだこれはそうなんかこれメテオが重たりしても次も当たるっていう謎の、実質メテオじゃない、実質メテオなんですよだから2回失敗しないとメテオにならない、しかも運ぶっていう、外にわざと狙ったんですかね、じゃあ逆に今の重当てはどこまで狙えるのかはちょっと定かではないんですが、大平田リカの本当にうまいところはこの投げからのこのコンボ精度がやばいです、確かにそうですね、やっぱり投げの強いキャラなんでね、はい、長所を生かすとリカの投げ本当バグってますよね長いのに硬直がないっていう、本当に強いんで、さあ駆け上がり無理はしない、メタルベッド出してジャンプを読んで空中しろ、これはあっとまあまあまあ若干安くなりましたけど、まあリターン取れてたので問題ないというところでしょうか、うまい、さあ運んでいる、うまい、おっと反転何かが出なかった、お下投げか、うん、からのまあまあ、おまたあっおーあああれ死んじゃう、間に合っちゃうんですよ、今日ですね、一点読みベース、まあだいぶ強いんですけど、あれ間に合っちゃうならちょっと厳しいですね、ちょっとあれですね、狙いすぎた感じですね、振りづらいですね、こっから上スマッシュの硬直に、今のベースさんだいぶ上手かったんですけど、ね、そうですね、回避してたらドンだったんですけどあそこ結構回避しちゃうとこなんで、上京の根元ロックアッパー、さっきなんかシークが、ダウンレーンあるじゃないですか、はい、40% とかでダウンレーン指導して、はい、R が関与に破壊されてたんでやっぱりまあ結局そういう技なんだなっていうのが今でも分かります、あそういう技ですね、上京は多分竜の昇竜拳とあんま変わんないですよね、いやあれはもう昇竜拳ですよ、やっぱりですかまあ竜と同じぐらいあるんじゃないですかね、多分まあ実際調べたことはないですけど、あんまり変わんない気がします、調べたことないんで自分もわかんないですけど、さあつかみ、おっとすかしたのを見てから枯れず、ワイヤー系であれば大体枯れるんですが、リュカに関してはそうではない、非常にアグキが短い、さあ反対つかみは当たる分空中前です、相手のダッシュに合わせていく、ひもヘビからつかみ狙ったが当たらず、下強で暴れで、ユカの下強非常に速いので暴れに非常に強いですね、はいはい、なんか下強の後そのまま弱やってますよね、大体そうですね、まあ結構リスクが少ないんですよね、
あっと滑り下投げをミスってしまったか。あっとない崖つかみの1フレですね。ロックマンも結構頭出やすいキャラではあるので、出やすい系ですよね。そこは当てられましたね。ただあの空中下を合わせるのクロートの技って感じですね。いやもう本当うまいですね。あの空中後ろ、これはジャンプが消えている。おっと、あれウェビーキャンセルされるんですね。はい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 、なるほど。多分踏ませに行ったと思うんですけど、ね、30パクらって食らいすぎ。この技半角でしたね、当ててまさかの。おーうまい、食う前から食う前が。さあこれはもうやばいんじゃないか。かなりちょっと怪しいですよ、そろそろ。あと10パー、20パーぐらい貯めて下投げ。おお、ね、そういうのも。はい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 。あと豆が、豆を打った、打たれましたね。豆すら打つ、やはり PK バット、 PK バット必要。 PK バットです。あっと回避見ていた。ああ当たるぞ。さあこれはもう、あっとなんだ、まだ着地してなかったですかね。あーそうでしょうね。さあカメショックマン、リフブレードか、うまいが、おやすまあしっかりとプレッシャーをかけてのバースト、ね。はい、ロックマンのおやすまは結構優秀ですよね。強いですね、何気に。空中しろ。さあ着地がリーは一旦逃げる。大変打たれるか、ちょっと攻めあぐねてますね。取って、そういうのもある。うまい。メタルブレード下投げからの出しですかね。画面見てますね。豆回復しました。豆を食べる、はい。さあ怖い、どうする。さあしかしこのパーセント多分そろそろだいぶロックマン側も投げられたらやばいです。そうですね、ただリュカ側もちょっと怪しくなってきて、さすがに上投げはロックマン重いんでまだ大丈夫だったんですけど、下投げかなり怪しいですね。お互いじりじりした立ち回りが、はい、これはチャンスをつかんだか。さあどうなる、逃げる。さあイーブンですね、もはやイーブンですね、多分ほぼイーブンだと思うんですけど。さあリュカ上投げしたらもう怪しいですね。怪しいですね、上投げは。おっと上投げバーソス投ですね。レストもう買わない。あっと、ない。大変だ、リュカの上手いところとしてこういう読み合いも織り交ぜていくのが非常に上手い。おっと最初の当たらず、当たっていたら撃墜されていた。そうです。おー雨外出して、さあ熱い展開。あ危ない、投げるか空は。おっ、ただ空中へ引っ掛けましたね。粘り強い仮面白くも、ね、あそこから逆転、地道な逆転勝ち、非常に硬いですね。素晴らしい。はい、さあまあそうですね、先ほどダーバーズ戦で、まあ、悔しい負け方を彼はしてるはずなので、はい、確かに1戦目がちょっと、まあ、ミスが多かったというか、ミス速攻飛び降り自殺をしてしまった、まあ、ユンドであれば、エボの時のミスター・ルタイ・カナヨシのような対戦をしてしまっているので、でまあもう一度、このままでは負けられないと、そうですね、そこまで行きたい感じですね。一方、タイ・ヘータ、まあ、この大舞台で遠征者として、一番いい成績を残したいと。そうですね、はい、今残ってる遠征者はそういえば、そうですね、ナイロ、ダーバーズ、カーメムシ、ケン。ああなるほど。ほら、メテ後ろか、危ない、クエネ、ヒカからが、何もない、口上から風置いておきました。ヒモヘビとメタルブレード、ヒモヘビ5発あんなに可愛いのに、あれ強いんですよね、可愛さの割にすごい、可愛さの割に、可愛さの割にすごい強い。その雨を吸収しだしたか、大変たりか、確かに、まあ、この吸収した数パーセントが後で響くかもわからないですけど、どうなんですかね、どうなんでしょうね、1、2%。さあ、
空中前でうまいですね。あ、危ない。踏み台ですか。踏み台です。うまい。踏んでます。時の弱いキャラは あったー。ひまわりを読んでた。空後ろ。最近あのこのワイヤー武器のワイヤーつかまりに合わせるの上手い人すごい多くないですか。まあやはり強いんで、それだけ対策するとみんな対策するって感じじゃないですかね。ただあれ、はい、すごい難しいんですけど、あと PK ファイヤーでバーストPK ファイヤーバーストするんですね。そうですね、なんか横方向に地味に飛ぶんで端っこでからと、あ、これはまあまだですかね。さあ火力が高い。さあメタルブレードが消えちゃったので、はい、あ、なるほど、多分継続できなかった。継続できない。だと思いますけど。まあ十分ですね。実際 40% ぐらい入ってるはずなんで。さあカメムシが追い詰めてくる。タイヘタリカなんとか一気に先ほどの誰さんだっけ、誰かとやってる時みたいな、これ火力コンボを取りたいんで、すごいいいコンボがあったんですよ。残念なんですけど同じ。はいはい。これ、これはまだ行きますね。ただ非常に大変タルカとしては結構辛い状況だが、はい、空中しろ、危ない。さあ掛け合い、危ない。さあしかしメテオが、あっ危ない。うまい。あ、空中しろ、まだ生きる。重いぞリュカ。 OP がちょっとかかってますかね。あ、そうですね。ただそれでもバーストすると思ったんですけど、まあ、3回当たってますからね。そうですね。回避見ている、この、ね、回避見るところ非常にうまいですね、カメムシロップ。さあどうする、カメムシロップ。豆、危なすぎる。もはや豆でもバーストしそう。そうですね、根元は結構怪しい。さあここで掴みも怪しく、空中しろ。冷静でしたね最後、はい、ひたすら着地規制を見極めてからの空中しろ。ガンミのカメムシ